ゆきだよ。握らないか、サンマ。10キロ先のトンネルまで。よし、分かった。どうだった？直線のパワーが足りねえな。間に合うか、土曜の夜の12時までに。間に合わせなきゃしょうがねえだろうが。手伝ってもらうぞ。いよいよ俺たちチームの開幕だ。まずは直線バトルの名島と勝負だ。そして次は峠の飯岡。この二人のジャンプを破って、こいつにかなうやつがいないことが証明できる。その後は決まってんだろ。首都高だな。仲いいわね、変わらず。純子、お前よりもはずっと付き合い長いからな。体の関係ぐらいかな、ねえのは。バーカ。純子ちゃん、夜勤明け？もうヘトヘト、緊急の手術が2つもあって。今コーヒー入れるよ。うん、ありがとう。どうかしたのかよ。怖い顔してる。あ、わかった。セクハラでもされたか。医者っつうのはスケベが多いからな。バカ。土曜走るんでしょ。ああ、見に来るだろ。絶対勝つぜ。ちょっと。おい。待てよ、純子。なんだよ、おい。前から聞こうと思ってたんだけど、邦夫君の右足
事故でやったんでしょ。街道レースで事故ったんでしょ。うちの病院に運ばれてきたって聞いて。だから何なんだよ。あ、そうか、心配してんだ俺を。何しろ愛してるもんな。ふざけないで。怒るなよ。心配するなって。信じろよ俺の腕を。俺は事故らない、絶対に死なないさ。それに今からなんだよ、俺たちチームの開幕は。くだらないこと言うなよ。くだらないこと。ああ、行くぞ。来いよ。純子ちゃんは？さあ、それよりやろうぜ。ローコンプローターに変えてブースト圧を高めるぞ。サイドポートを大きめにしてエンジンはピークパワーを稼げるようにする、うん、そしてタービンのハウジングも AR-1.0 のエキゾースタハウジングにする。数少ないコーナーが勝負。あんたと俺の命、じゃあどうですか。
勝負だ、ゆうすけ。したのか。別に。どうして？この間のレース見に来なかったじゃないか。忙しいんだろ。会ってないのか。あいつのことなんかいいよ。それよりレースだよ。峠が終わったらいよいよ首都高だからな。気になるだろあいつ。あ？どうして俺が？俺はただお前と純子ちゃんがうまくいけばいいってよ。何言ってんだよ。チャンプだよ、首都高の。ああ、黄色の GTR 転がす宮島か。そう、その宮島。早く勝負してよな、クソ。おい、ユウスケ、ここはただアクセルだけ踏んでりゃいいってもんじゃねえんだぞ。大丈夫かよ。分かってるよ。お前こそ大事な車他人に落とすなよ。
お前こそ落とされないようにな。ああ、事故ってマップに睨まれんだよ。他の走り屋にも迷惑がかかるからよ。ゆうすけ、いい加減にしとけ。Thank you.
おい、純子。乾杯しようぜ、乾杯。どうだった俺の走り、バッチリ決まってたろ。なんだよ、どうしたんだよ。あんなことが楽しいの？あんな危ないことして。まただ。だから俺は死なない。そんなこと本気で言ってんの？国を君の足だって。お前この頃変だよ。前よく隣に乗ってたろ。毎日毎日事故で病院に人が運ばれてくるの。そのたんびにあんたじゃないかってドキドキして。もういい。今夜だって、この間の土曜の夜だって。もういい。いいか純子、俺は走ることにしか興味がないんだよ。俺より先に走る車は必ず抜く。それが俺なんだよ。そうやってカッコつけて死になさいよ。ただし事故ってもうちの病院は来ないでよ。あんたの死体お清めするなんてごめんだから。あくそ。
宮島さんですよね。俺と勝負しませんか。悪いが相手を選ぶんでね。俺に負けたら恥ずかしいってことかな。君に勝ってもしょうがないからな。Mm-hmm.
気がつかれました。もう大丈夫です。生きてるよ、ちゃんと。大したことねえさ。言っただろ、俺は死なないって。全然懲りてないのね。当たり前だろ、こんなことぐらいで。次は絶対宮島の GTR を破ってやるよ。今の言葉聞いて安心したわ。事故を怖がってるようじゃ車には乗れないものね。宮島からか。私から。宮島さんに勝てるのはきっとあなたよ。それだけ言いたくてお邪魔しました。早く勝負してよ。邪魔したの私みたいね。純子ちゃん、一つだけ聞かせてくれる？首都高のジャンプになって何があるの？お前には言ったって分かんねえよ。さっきの人なら分かるわけ？とにかく俺は走るんだよ、純子。分かってやってくれないか。首都高は俺たちの夢なんだよ。それに彼女は関係ないし。国尾君はどうして？事故でやったんでしょう。ああ、ユウスケとのバトルで。でも、奴ならチャンプになれると思った。それでいいと思った。あいつが事故って死ぬまでバトルを続けるわけ？そんなのが夢だなんて私認めない。認めないから。1台手配してもらえるかな。いいけど、もったいないな。お前の腕だよ。街道レースよりもっと上を目指せよ。やりがいが違うぜ。走り出せいけなかったんですか？どうしてプロじゃなきゃいけないんですか？簡単さ。行動全開で走るにはリスクが大きすぎる。だから俺にはサーキットだった。
好きなんだよ車が。どうせやるなら遊びで終わらせたくないじゃないか。そっちは？え？どうしてメカニックやってんだ。好きなんだろ？車が本当に。はい。俺とつるんでるやつと勝負してくれませんか。そいつの、いや、俺たちがやってきたことがどれほどのものか知りたいんです。早いやつなんです。そこら辺の街道レーサーとは全然違います。言ったはずだろう。サーキットが一番熱くなれる場所だって。ですからそのサーキットで。分かってないな。俺は他人を無視してバトルをしてるやつなんてレーサーとして認めない。命知らずで生きがるばかりでマナーなんかどうでもいいと思ってる。車もおもちゃとしか考えられないやつはサーキットを走る資格なんてない。俺は自分がプロになって車の本当の怖さも知った。血の通うくらい車に愛情を持てるようになった。相手にもメカニックにも。サーキットにいるやつらってのはみんなそうさ。だから戦える、だから熱くなれる。それが俺の考えるモータースポーツだ。そういうことだ。どうだった、ハンフィニアル X7。 何の用だよあの女。え、それより手配は済んだ。よし、宮島の GTR に勝てるとしたらあれしかないもんな。あ、金はさ俺が何とかする。いや、俺にも当てがあるからよ。ユウスケ、うん、宮島を破ったらどうする。チャンプを守り通すさ。決まってるだろ、伝説に名前を残してやるのさ。俺を抜くやつなんか誰もいない。首都高は俺の天下になる。それでいいのか。何が。純子みたいなこと言うなよ。プロを目指さないか、土屋圭一みたいに。ビビって行動を降りたかねえな。やつがサーキットのプロならこっちは行動のプロさ。この間ごめんなさい、国を国怒っても仕方ないのに。いや、新しい車いつ。うん、明日ユウスケの隊員と一緒に。そう、あいつに渡してほしいものがあるの。うん、私にはこんなことしかできないし、もうするつもりもないし。いいなこれ、クニオ、バッチリ頼むぜ。ああ、あ、そうだ、これん、頭金ぐらいにはなるだろ。どうしたんだよ。いいからいいから、ここを担保に金借りたんだろ。あの女か。どうチューンするつもりなんだ。あの女なんだな。いいじゃねえかよ、かすってんだからよ。ユウスケ、うん、昨日純子ちゃんが来たんだ。そう、なんだよ、金ぐらい持ってこいよな。なんだよ、俺は宮島を破る、それが分かんねえ女がいても仕方がねえだろう。冗談だろ。何が。純子ちゃんお前のこと本当に心配してんだぞ。それがうるさいってんだよ。ねえ、なんだよ、何マジになってんだよ。変わったなお前、ついてけねえな。どういう意味だよ。命のかかった遊びはもうやめにしねえか。プロを目指さないかお前も。そうしたら純子ちゃんも。よしてくれよ、俺は女のために行動を走ることをビビったりはしねえからな。変わったのはお前の方だろうが。
車どうする気だ？これが最後だ。終わりか？ああ。まあ、俺の考える走り屋っていうのはね、まあ、みんながどう思ってるか分かんないんだけど、俺がやってた走り屋っていうのは人に迷惑をかけなかった。自分だけでやっぱり腕を磨いてた。それがどん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 やっていくうちに、絶対にこんなことやってたら人に迷惑をかけてしまうっていうことから、最終的に俺はサーキットしかないと思ったから、やっぱりサーキットへ行こう、そしてプロになろう。この放送を聞いてくれてるみんなにちゃんと聞いてほしいんだよね。やっぱりこう、走り屋ってのは暴走族じゃないんだ。暴走族とは走り屋、これはやっぱりすごく誤解されやすい。俺が走りをやってた頃っていうのは本当に、まあ、ルールとマナーがあったし、人に迷惑をかけない、首都高の人も道路に住まない、前に車がいる、そういう人も人に迷惑をかけるっていうことが、これはもう俺の考える暴走族じゃないかな。走り屋って呼ばれるものはモータースポーツの底辺なんだよ。それはやっぱり一番考えてほしいなと思う。走り屋は暴走族じゃない。土屋さん、俺と今から首都高でバトルしませんか？早いですよ俺。おい、首都高はサーキットじゃないぞ。サーキットですよ俺にとっちゃ。どうやら喧嘩売ってるらしいな。ルールのない喧嘩は殺し合いになるぞ。公道でレースするってのはそういうことだ。俺は暴走族じゃない。Chima
宮島を破ったよ。首都高を制した。奴は事故りやがったよ。テクが違うって言うのかな。土屋さんどうです、俺と勝負しませんか。あんたの GTR と俺の RX7 で行動でやりましょうよ。昔みたいにさ、なんだったら100万握ってもいいですよ。金出りゃやるでしょ、あんたプロなんだからさ。へえ、こいつがプロの車か。触るな。何すんだよこの野郎。自分が何したか分かってんのか。宮島はさっき死んだよ。殺したんだよお前が。お前がその腕で、分かるか。意気がって行動で勝負して人を殺したんだよ。前しか見えない、ただの速いやつは危険なんだよ。いい加減の遊びでてめえだけじゃなく他人の人生を巻き込んでる。お前は走り屋じゃない。宮島さんのこと気の毒なことしたわね。でもそれは次から次へと挑戦してくる奴らを潰して、いつか俺も。それがあなたの走り方だったんでしょ。それがあなたの生きるっていうことだったんでしょ。俺の、どうしたのよ。だから嫌なのよ、田舎者は。Sunday
頼みがある。もう一度だけ車を作ってくれないか。走りたいんだ、限界まで。俺の限界まで。土屋圭一とサーキットで勝負がしたい。じゃあやめるんだな、街道レーサー。土屋さんは公道でバトルしてるやつとは勝負しない。どうする？頼む。なんだっていい君ね。相変わらずだな。あなたも土曜走るんでしょ。ああ、でも今度は今までの街道レースとは違う。プロと勝負するんだ、サーキットで。これが俺の一つの区切りになると思うんだ。見に来いよ。来てくれ。仕方ないわね。お守り、私のあげた、持ってる？
お前、いいメカニック持ってるな。俺たちチームの開幕だ。Yeah.